はい、どうもこんにちは。今ね映ってる磯谷さん、もう足が1本、ハサミが1本しかありません。もうねこっち側の足は全部なくて、ハサミもねちょっとね先っちょがね欠けちゃってるんですよね。足も先っちょが欠けちゃってますね。これでもねちゃんと生きてます。でね、餌をね口のとこに持って行ってあげるとちゃんとね食べます。あの1個しかないねこのハサミでちゃんと口のとこにねたどり寄せて食べます。今ねちょうどね夜で家に帰ってきたとこなんですけど、なんとなんとあの手足が1本しかない磯谷さん脱皮しました。脱皮大成功ですね。こっち側の足は今見えてる一番大きいこの足ですね。この足1本しかなかったですけど、この手前のちょっとちっちゃい足、全然ね太さが違うのがわかると思います。手のあのこの横の足と太さがもう半分か3分の1ぐらいですね。あと奥にねちゃんとね2本ね生えてます。ちょっとねこの角度じゃ見づらいですけど、はい、手足1本のね磯谷さん脱皮した後ね、こうやってねもうちゃんとねご飯もぐもぐ食べています。このね手前のね2番目の足がねもう半分切れちゃってるんですけどね、こうやって3日に1回ぐらいちっちゃいこうやってあさりあげてあのもぐもぐ食べさせてあげてます。あとはね他にもちょっと隠れて見えないですけどね、わかりますかね、あそこのちょっと汚いですかね、奥のところに磯谷さんが1匹いるんですよね。ここにあ、この磯谷さんもちょっとなんか出てきてますね。あ、もう来ちゃいましたね。あとはちっこいヤドカリさんとかがねこうやってねアサリのねすごいちっちゃいね切り身なんですけどね、一生懸命体と同じぐらいのサイズですけどね食べてますね。